岡山市立岡山高楽館中学校、高等学校は、岡山県岡山市北区南方にある、公立中高一貫校。1999年に、公立学校としては日本で最初に、中高一貫教育を開始した、併設混合型中高一貫校。岡山市立岡山商業高等学校、岡山市立岡山工業高等学校の定時制。 高等学校を統合し、1999年、公立で、日本で最初の中高一貫教育校として新設された。文部省の研究開発学校の指定を受けたこともあり、全国的にも名前が知られている。教科、科目群は、国際文化、情報科学、健康福祉、工業技術の4系列からなる。総合学科として、 約130種に上る科目を開講し、単位制である。中には心理について学ぶ、カウンセリング、世界で起きている様々な問題について自ら考える、地球の未来などのユニークな解説科目もある。二学期制であり、2012年度高校入学生より、定時制から全日制に移行した。半期ごとに単位認定を行い、前期の卒業式もある。そのため、 授業の形態はフレックス制の大学に近い。唯一の違いは大学と違い中間交差があることくらいである。生徒が主体的、意欲的に取り組むことを目指しており、学校全体では細かな校則はなく、社会のルールとマナーを校則として掲げているのも特徴。したがって、なかなか共に制服、生徒手帳は存在しない。清掃は、 社会人同様スーツである。中高一貫校らしく、中学生と高校生のつながりを大切にしており、入学式、文化祭、体育祭、芸術館紹介などの大型行事は、中な高かなか合同の行事として行われる。入学式、文化祭と卒業式は、校舎、体育館で行われるが、体育祭は、岡山ドームで行っている。ボランティア活動が盛んな学校で、 表彰されることもある。また、バレーボール部が全国大会へ出場、優勝するなど、部活動にも力を入れている。また、吹奏楽部は全日本吹奏楽コンクール、中国大会で2008年から3年連続金賞を受賞する、強豪校となっている。2013年から、旧南方小学校の跡地に完成した7階建ての新校舎に移転した。 公明は、日本三名園の一つである高楽園と、所在自治体名である岡山から取られた。交渉は、高楽館、高楽園の頭文字、K を基調とし、岡山の名産品、白桃の形をイメージしている。中東部と高等部ともに、授業時間の違いから、チャイムが存在しない。中東部では、苦手の克服や得意分野の伸長を目指している。基礎基本の習得や、 主体的、意欲的な学校生活を支援するため、自分で選ぶ習熟度に応じた学習を第一、学年から数学で、第二学年から英語で実施している。また、学年を追って、選択強化を順次拡大している。高等部では、国際文化、情報科学、健康福祉、工業技術の4系列からなる強化、科目群から、生徒の興味、関心、進路を目標。 修学条件等に応じて学習したい教科、科目を選び、自分で時間割を作って学習する。学習モデル時間割作成時に基本となる6つの、学習モデル大学進学系大学、進学系ビジネス系建築、デザイン系健康福祉系総合系携帯定時制、家庭時中等部の場合は、岡山市内の小学6年生が対象となる。選抜方法は、入学試験、 面接となっている。高等部の場合は、高楽館中学校在学の3年生と岡山、県内在住者が対象となる。選抜方法は、無試験、特別入学者選抜、一般入学者選抜のいずれかとなっている。無試験を除き、他の県立高等学校の選抜方法と同じである。以前は、無試験、校長推薦入試、 自己推薦入試の方法で選抜していた。中等部は80人、高等部は打ち進む生80人、外申請80人の計160人を基準として生徒をとっている。そのため倍率が高めになってしまうことが多い。特に部活動が全国優勝した時などは3倍を超える倍率になることもある。2008年度より入試の形式が変わり、 一般の県立高校などと同じくペーパーテストを実施するようになった。ありがとうございます。